今回はね、約大体あと1ヶ月ぐらいで、今シーズンが終了して、チャプター5シーズン3になったと思うんだけど、そのシーズン3のね、情報っていうのが、いくつかね、公開された可能性があるっていう。だから、今回はね、そういう来シーズンに関する情報、バトルパススキンだったりコラボ系、そしてどんなイベントが来るか、この辺について紹介していこうかなって思います。まず一番最初はね、来シーズンがどんな感じの、何をテーマにしたシーズンになるかっていうところなんだけど、今なんとね、シーズン3はアポカリプス、終末だったり大災害って意味があることわらしいんだけど、そういう感じのね、テーマのシーズンになるんじゃないかって言われてる。しかも今その可能性が結構高いっていう。今シーズンって言ったら、緑色の川、スティックス川っていうのが来たと思うんだけど、その川っていうのが今後ね、だんだん広く、拡張していくらしいよね。マップ全体に行くらしいんよ。そういうところから、こういう画像とかも、フォートナイトから見つかったりして、そういうシーズンになるんじゃないかなってね、今言われてる。そして、次は、やっぱりテーマも大事だと思うんだけど、結局はバトルパススキンだったり、コラボ、イベントだと思うよね。そして、そういう系でいくとね、今ね、ちょっとやばい画像がね、公開されてて、4ちゃんで、この2024年のロードマップっていうのが公開されたんよ。本物か偽物かって言われたらちょっとまだ分かってないんだけど。これもね、一応紹介しようかなって。これでどんなことが起こるか大体分かるから。こっからはね、あくまで今、リークされてるやつ、フェイクな可能性もあるっていうのを、ちょっと頭に入れて、聞いてほしいんだけど、まず来シーズンはどんぐらい続くかっていうところよね。それっていうのがシーズンが変わるのが確か5月の24日ぐらいかな。そんぐらいから、8月まで続くって言われてんね。約3ヶ月間ぐらい、2ヶ月半ぐらい続くシーズンになるって風に言われてる。そしてやっぱテーマとか期間も大事だと思うんだけど、結局はバトルパスだと思うよね。多分この画像っていうのがシーズン3のキーアートになってるっぽくて、大体来シーズンのバトルパスだったり、要素っていうのが詰め込まれてるね。まず、この緑色の髪の毛なのかな。このスキンがいいってもんだけど、こいつがね、コンセプト画像のこのスキンに似てるって言われてる。実際に最近のバトルパススキンって大体コンセプトスキンから捉えてるよね。言われてる通りめちゃめちゃ似てんじゃん。来る可能性がある。そして、右側にね、映ってるやつが新しい PD なんじゃないかって風に言われてんね。あとは、こいつも多分新しいスキン。ちょっと画質があれだからなんとも言えないんだけど、今のところ分かってるバトルパススキンってさ、この3つだと思うね。ここに映ってるってことはバトルパススキンになってもいいよ。マジでね、これ楽しみだね。マッチでもっと画質良ければいいんだけどね。そしてね、次はコラボレーション。今んところわかんの理由と2つあんね。正確には3つかな。まず1つ目が、フォールガイズのコラボレーションっていうのが来る。これもう確定だね、来ること自体は。もう運営が発表したから。多分、来シーズンの開始に合わせて来るんじゃないかって言われてる。正確には5月の後半に来るっぽい。多分限定モードとかも来るはずないよね。前までのリーク情報だと。そして、クリエ 2.0 にアセットが来る。っていう感じのコラボレーションっぽいね。今までの、多分レゴフォートナイトとか、あの辺に近い感じになったりするのかな。この辺どうなんだろうね。間違いなく、フォールガイズ関係のアイテムっていうのも来ると思うよね。この辺も楽しみだね。そしてね、次が、パイレーツ・オブ・カリビアンのコラボレーションだね。今年の7月頃に来るって風に言われてんね。だから、多分7月ってことは、運営も夏休みに入っから、そのタイミングぐらいのアップデートぐらいで来るんじゃないかな。これが大型コラボになったりするのかな？どうなんだろうね。パイレーツ・オブ・カリビアンのコラボレーションが来るって風に言われてんね。これはね、何が追加されるかわかんない。スキンは来ると思うんだけど。これもちょっと期待しちゃうね。パイレーツ・オブ・カリビアン自体結構前から来るんじゃねって風に言われてたしね。ついに来る可能性がある。そして次はね、バトロワも大事だと思うんだけど、来シーズン中に来るレゴモード、フェスティバルモード、ロケットレーシング、この辺もね、ちょっとこの画像からわかるやつがあるから、それを紹介すると、まずレゴフォートナイトにね、来シーズンの期間中にクロムボが登場してんね。マジでくっそクオリティ高いから、マジでこれも本物なんじゃないかって言われてんだけど、これ何なんだろうね。そしてフォートナイトフェスティバル、まあ、どんな作品とコラボしてるかっていうところなんだけど、メタリカっていうバンドなのかな、ちょっと自分一切わかんないんだけど、とコラボしてんね。そしてロケットレーシングは火山やジャングルをテーマにしたシーズンなんじゃないかって風に予想されてるね。まあ、これがこの画像からわかるやつだね。そしてこれらとはまた別にね、もう一個確定してるイベントっていうのがある。それがサマーイベント、夏のイベントっていうのが間違いなく登場するね。まあ、もしこのね画像が偽物だったとしても、間違いなく来シーズンっていうのは2から3ヶ月は続くんよ。そういうことは夏の期間中もそのシーズンは続くってことだから、まあ、夏イベントは来るはず。大量に無料報酬がもらえたり、夏のスキン、武器が入ってくるやつだね。まあ、その分運営の休みもあるんだけど、まあ、これっていうのが今回も登場するね。まあ、毎シーズンっていうか毎年来てからも確定なんじゃないかな。まあ、前回のが今までで一番ひどい夏イベントって言われてるんよ。まあ、ちょっと今回のは期待しちゃうね。さすがにいいやつになってほしい。そして最後にこの画像から、まあ、バトルパススキン以外にもいくつか分かるやつがあるじゃん。それっていうのも紹介していくと、まずね、この場所っていうのが砂漠地帯になってるね。砂漠バイオーム。まあ、最近そういうバイオームってなかったと思うんだけど、多分それがね、ついに登場するはず。あとはなんか機関車もあるよね。フォートナイトの今の列車とはまた違う感じ。すんごいスピード出そうな。煙出てるしね。そしてあとはね、ギターみたいなアイテムっていうのがあるはず。新武器とかそんな感じなんかな。あとは旗のアイテムとかね。まあ、この辺もわかるっちゃわかる気がする。まあ今回はこんな感じかな。まあ、今回紹介したのはこの2024年のロードマップから分かるやつっていうのをほぼほぼ紹介した。だから、まあ、これがフェイクだったらこの動画のやつは、まあ、もう来ないってことになっちゃうね。まあ、ちなみにフォールガイズコラボと夏のイベントは確定してる。だからそれ以外はちょっともう怪しいラインになっちゃう。けど今いろんなリーカーが本物、まあ、これはガチのリークだって風に言ってるから、まあ、期待してもいいんじゃないかな。個人的にはね、そう言われちゃうともう本物なんじゃないかなっていうふうに思えちゃうんだけど。まあ、実際にね、画像とか、あと今ね、予想されてるやつとかも合ってるっちゃ合ってるから、まあガチで来るんじゃないかな。まあ次のアップデートでほとんど全てね、分かったもんよ。あとはシンプルに来シーズンの情報も出ると思うから。まあそこに期待だね。